男性4人組エアバンド、ゴールデンボンバーのダルビッシュ健二が27日に自身のインスタグラムを更新。人気漫画、鬼滅の刃の橋平伊之助、橋平伊之助に扮した姿を公開した。ダルビッシュは、おはようトレーニングしてるとたまーに役に立つ時があるらしい、と綴り、イノシシのお面をかぶって上半身裸でイノスケになりきった姿をアップ、シャープコスプレシャープイノスケシャープハッピーハロウィン、とタグを添えた。バル、割れた腹筋やたくしまい二の腕に、フォロワーからは、超スタイルいいイノスケ、リアルイノスケですね、素顔もイケメン、世界一かっこいいその肉体美はトレーニングの賜物だね、実写版のオファー来そう、などの声が上がっている。